はい、どうも。楽しいご飯の時間ですよ。大変長らくお待たせいたしました。お待たせしすぎですね。少々お待ちください。今日めちゃめちゃ楽しみです。初です。ずっと食べてみたかった。素晴らしいよこれ。素晴らしいですよ。ずっと唐揚げ西かと思ったんですけど、ゆかり、ゆかりですか。ゆかりらしいです。確かゆかりらしいですよ。知らんかった。ずっと縁じゃないだろうから3文字だろうなと思って、縁だろうなと思ったけど、どうやらゆかりらしいですね。どうやらです。あいもり弁当です。あいもり弁当にさらに追加の唐揚げしたんで、それをあいもりもりにします。ちょっと待ってください。あいもりもりにしますから。お昼ご飯で合計1000円超えてしまいました。これ今だけのやつらしいです。あ、めちゃめちゃいい。エビトマト、エビトマト、なんかそんな感じのソース。まさぎやまさぎやまさぎやまさぎそうです。めちゃめちゃ美味しそうです。ありがとうございます。ソース、このタレね、なんか3種類から選べるらしいです。僕は極ダレ選びました。いただきます。ちょっとこのタレの味、米にこうやってやっといて、あんまり味が移ってこんようにして。一個普通に食べる。あ、危ない。唐揚げ3種類ですからね。3種類1個普通に食べて、1個普通に食べて、タレつけて食べて、タレつけて食べて、これと。いやー、いいっすね、いいっすね。どうです。こうか、難しいね、これ。まだ慣れてないです。あ、いいね、いいね。スターですよ。唐揚げは完全にスター。あ、エビのソース美味しいな。あ、口に来たわ。もう一個ね。こっちはニンニクだ。ニンニクだ、ニンニク。嬉しいな。で、この米にゴマがパラリンコしてるやつがね、またちょっと嬉しいんですよ。梅干しが乗っかってる時とか、ゴマがパラリンコしてる時だった。普通の米だけの時よりもちょっと嬉しくなっちゃう。
に遊んでるよ。これもいいな。これもいいな。おじいさんおばあさんも楽しそうにね。お話ししながら。俺が今だけのやつらしいです。本当めちゃめちゃいい顔。めちゃめちゃ濃厚。あ、すごいわ。あ、おいしい。ほんと濃厚。よかった、今日弁当作ってくるかなと思ったけど、いやと。雨も降るかもしれんから、晴れたらどっかで何か買って食べようと。ね、降った時はこうやって食べれないから、作っていたのがねあれになっちゃうから、持っててまた持って帰ってくるみたいな状態。よかったよかった、そのおかげで今日これ食べることになったな。ムニも美味しいよ。別この5倍ぐらい欲しいね。キャベツ5倍、米2倍欲しい。できるのか、頼めばいいのか。キャベツ美味しいわ、キャベツ美味しいわ。これ濃厚だから本当キャベツとこも欲しい。
んで持って歩いてますから。もう一弁当いけたね。もう一弁いけた。もう一唐揚げ弁当いけた。唐揚げゆかりですかの弁当で、合い盛り弁当と限定の今だけのエビのトマエビトマトなんかのソースのやつ、今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃう。